アメリカ合衆国カリフォルニア州、サンフランシスコ湾岸の北部太平洋沿岸に位置する軍である。サンフランシスコの北約 55km の位置にある。2000年現在の人口は458,614人。軍庁所在地はサンタローザである。その間軍はカリフォルニア,アイン生産地域として世界的に有名である。アメリカでは13番目に指定された。 ワイン栽培地区で広く多様なワインを生産する200以上のソノマ、カウンティーワイナリーズがある。詳細はワインカントリーを参照。ソノマ群はソノマ州立大学及びサンタローザジュニアカレッジの本拠地でもある。1812年にロベイ会社が沿岸部にロストリデを建設したのがソノマ群への定住の始まりである。ソノマ群は 州となった1850年に設立されたカリフォルニア州の原型軍の一つである。2019年10月下旬、カリフォルニア州の各地で山火事が頻発。その間軍、ガイザービルでは約1万6000エーカーが消失。避難者も2000人規模となった。アメリカが州国統計局によると、その間軍は総面積4580平方キロメートルである。 このうち4082平方キロメートルが陸地で498平方キロメートルが水面である。総面積の10.88%が水面となっている。法人化された自治体非法人地域2000年現在の国勢調査で、その間群は人口458,614人、172,403世帯、及び112,406家族が暮らしている。 人口密度は112平方キロメートルである。45平方キロメートルの平均的な密度に18万3153件の住居が建っている。この軍の人種的構成は白人ーセント、アフリカン・アメリカンセント、先住民セント、アジアセント、太平洋諸島ーセント。 その他の人種8.44%および根結4.09%である。人口の17.34%がヒスパニック、またはラテン系である。この郡内の住民は24.50%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が8.80%、25歳以上44歳以下が29.20%、45歳。 以上64歳以下が24.90%及び65歳以上が12.60%にわたっている。中央値年齢は38歳である。女性100人ごとに対して男性は97.00人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は94.00人である。 この軍の世帯ごとの平均的な収入は53,076ベ米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は61,921ベードルである。男性は42,035ベ米ドルに対して女性は32,022ベ米ドルの平均的な収入がある。この軍の一人あたりの収入は25,724ベードルである。人口の8.10%及び、 家族の4.70%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の8.40%よび65歳以上の5.70%は貧困線以下の生活を送っている。ありがとうございます。